どうもペカリマンです。ということで今回裸屋のお店もう抽選も入場も終わっております。はい、ということで、狙い台こちらアイム2台、マイジャグ2台、ゴージャグ1台、ハッピー1台ということで、いつも通り前日1番マイナス台、1番回転数少ない台、あと投入率が高い台を中心に絞りましたけども、座ったのはアイムの137、前日1番マイナス台で高設定投入率も高くて7日間でマイナス5000枚。まあ多分ね、一番マイナス台か1番の回転数少ない台、どっちかには入る感じなんで、まあ2分1ぐらいで、まあガラ空きだったんだけど、前台だ。なんでここ取ったかっていうと、前日の全体的のマイジャグの合算がめっちゃ良くて、ゴージャグもハッピーも良くて、アイムだけちょっと、まあ、微妙な感じだったんで、って時の、2のつく日のアイムはまあまあいいっていうか、2のつく日はアイム結構調子いいんでっていう理由で、はい、行きましょう。まあまあ
まあレギュラーは足りてるよね。まあ多分5とか入ってんじゃねえの、4号ぐらいは。まあ多分積もってるんで最低ラインはとりあえず。でこっからは引きっすよね。ビッグレギュラーどっちに触れさせるか、あとブドウもどれだけ耐えて、まあ6はないと思うからブドウ的にも 6.13 なんで、ブドウもちゃんと 6.0 ぐらいにとどめて、でビッグにちゃんと触れさせて終われるか、あとはもう引き次第。まあ今ちょうどトントンぐらいですね。このハマりをどれだけ早く回避できるか。ガチ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 っちゃったな、やばいな。手入れ3枚した瞬間4連して、で今もやばいね。確変状態入ってるね。ただまああの確変状態は50ゲーム以内とかでの連チャンがすごい来るんですけども、そこを抜けちゃったらもう多分終わってる。で多分もうそれは抜けてると思いますね。ただまあ設定5だとは思うけど、でもねブドウがちょっと良くなったんだよね。6一応切ってるんですよ。ただまあ5だと思うけど、だから5だとしたらめっちゃ今引き強の状態だから、こっから下振れを起こさず平均的な引きを見せれば、まあ、2、3000枚ぐらいはいくでしょう。どうなるか、久しぶりにたまにあるヤバいアイムになんねえかな。
ですよ。4000ゲーム、まああるでしょう。もう5でしょう。ブドウも 6.06。 なんか一瞬でブドウ3000ゲーム付近ではブドウ 5.8 とかだったから、これ6なのかなと思ったけど、やっぱ一瞬で 6.0 に落ちたわ。だからレギュラーこんなついてるし、まあビッグちょっと、まあでもそんなそこまで引き弱でもないんだよね。許容範囲ですけど、まあなんか全然増えそうにない、増える気がしないゾーン入っちゃってるね。だってこんだけガス算いいのに今プラス500枚もないからね、うん、どうやって増やすの、どうやったら増えんだっけ。全く増える気がしないんだよ。まあやるしかないけど、うん、まあ5なんでやりますよ。今4時なんで、いや早い、結構早い。6時間で4000ゲーム、なかなかいいペースで。アイムはね、結構レギュラーもついていいのが、まあそんな1500ゲームぐらいしか回ってないけど、まあ1台あって、でビッグ先行でガッサン俺と同じくらいのがもう1台あるって感じ。まあ俺のが一番ありそうっていう状態。まあ狙い台なんで、まああるでしょう。あとは引きだけ、引きだけ。まあ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 、ビッグが引けません。まあ合算はちょうど56。ただ3個ずれちゃってるね、ビッグとレギュラーが。レギュラー3回多くてビッグ3回少ない。もう6
回離されたらね、もう無理だよね。でなんか微妙なところで当たっちゃったし、もうちょいでプラマイゼロラインだったんですよ。だからあれがちょうど多分プラス200-150枚ぐらいで、もう下皿ももうほぼ終わりかけて、ドル箱は1箱あるんですけど、投資500枚なんで、でドル箱があれ600枚ぐらい入るんで、ドル箱ちょっと使った時に当たったやつでブーストかかればいいかなっていう感じですね今。で他にアイムでね3台俺以上の合算で出てますね。まあ今日はアイムかな。でねマイジャグの狙い台、1台当たってましたね、ガチガチ。まあ、とりあえずもう回すしかない。6000来たね。これがゼロラインブーストです。いきなり7連で、まあ元に戻りました。最高枚数だから1000枚もいってないんで、プラス500枚ぐらいに戻ったっていうだけですね。戻ったっていうか、まあ戻良すぎるんだよね。合算が125だから、もうこっからだから、こういう状態ってなんか上がる気しないよねマジで。上がる気しないか、増える気しない。いやこれ徐々にビッグとレギュラーを徐々に入れ替えていくみたいな、ゆっくりゆっくり。でももう6000ゲームを回ってるからね。で7時回せて、まあ、3000ゲームぐらいうまくゲームを回せるけど、いやずっとレギュラー選考マジでうぜえ。なんでこうなるかな。今月多いよねこういうのってね、集まっちゃうんだよね。だこういう状態で絶対最高設定っていう挙動されてプラマイゼロぐらいで終わるのがマジでうざいよね。虚無アイムにならないことを祈る。後半戦
7500円。現在9時20分、あと1時間20分、だから1000ゲームは回せるけど、多分今ちょうど2000ゲーム付近で一番出玉持ってた時の出玉と同じぐらいで、レギュラー引けまくってるから合算は5、6でしょ。もうだからこっから連チャンすんのマジで、一回またハマんなくちゃいけないみたいな、それ来たらもう終わりなんだよな時間的に。完全確率を信じる。行くか、残り1時間ラスト1000ゲーム行きましょう。ブドウがなんか良かった、良くなってきちゃってた。 5.9 下手したら6、いや6入れるメリットがお見せできてはないもんね。いやでもなんか最後すごいビッグ連チャンしたよね。連チャンっていうか100ゲーム台の連チャンしたよね。あれでなんか追い抜くかと思ったけど、結局最後レギュラーで締めました。まあガチガチ5、ガチガチ5、投資500枚、回収1630枚、プラス1130枚、勝ち。厳しい戦いだった。もうどうなってもいいやって感じでやってました。もうこの台の最後を見届けたいなっていう気持ちで打ってましたけども、まあ合算126分の1、ビッグ31、レギュラー36で、ブドウが、5.898 と、まあ 5.9 ですよね。まあ5だとしたらブドウの引き強、あとちょっとレギュラーの引き強、ビッグの引き用は。いや、なかなかアイムでブドウ6切ることないんですよ。アイムって1から5までがブドウ 6.0 で、6だけ 5.8 なんだけど、だいたいまあ6入れるメリットそんなないから、6はほぼ入れないんだよ。だから入ってても5なんだけど、だいたいレギュラーもついてきた構成ってなと思ってもブドウが 6.2 とか6ぐらいになることはたまにあるけど、結構 6.2 とか、ブドウ悪く終わることは多いんだけど、5になっちゃってるから。まあでも6はないか。
でもまあ、まあまあまあ、いいんじゃない？手堅くいったよね。マイジャグの狙い台、俺座ろうかなーって一瞬思った台は、3000枚ぐらい出てましたね。うん、ただまあいいんだ。手堅くいったんで。前日マイジャグめっちゃ良かったんですよ。で、その次の日の、2のつく日は、基本あんま良くないの。で、アイムだけ昨日、まあそんな良くなかった。で、2のつく日、そもそもアイムは結構、こせて入る。って考えたらやっぱり、マイジャグ打ちたかったけど、最近全然打ててないから。でもまあ、プロとしては、一番手堅いところ、行っちゃいました。結局狙い台で、結局、マイジャグの1台目の狙い台はダメですね。で、もう1台目の狙い台。ビッグ44、レギュラー37、合算114分の1。下手したら6。で、アイムはすごい全体的に調子良かったですね。俺の隣がガチガチだった。なんでこうなんのっていう。俺こんだけ、隣がいるから、完全確率なんだな。やっぱり完全確率なんだなって思えて打ててたけど。ビッグ24、レギュラー26、合算102分の1。で、ここも良かったんだよね。狙い台ではなかったけど。で、アイムもう一つの134番台。ビッグ6、レギュラー5、合算255分の1。マイナス1500枚。さすがにないか。で、あとこれも良かったんだよね。まあでもビッグ先行してるだけかもしれないけど。なんでこんだけ高設定。こんだけ高設定。絶対高設定だぞと思わせて。1000枚。まあ1000枚。2万だからね。まあ。まあ。そもそも狙い台が当たってるってことが重要です。ということで、今日の勝ちで、今年の収支、プラス123,700円。そして、生涯収支の方が、プラス106,500円です。10万円台に戻しました。なかなかいないぞ、生涯収支プラスのやつ。プラス106,500円。あのね、大谷翔平の通訳、マイナス40億とか言ってたよね。俺を見習えよ。俺を。プラス息だぞ。すいません。ちょっと申し訳ない。一旦すいません。ハゲさせていただきます。すいません。横にハゲさせていただきます。さっと。はい。はい、オッケー。はい、こちら。本当はスキヤとかね、松屋が良かったんだけど、ちょっとめんどくさくて。おおおおおい。うまそうです、これ。からし絶対足りないね。これだよ。そして賞味期限3日前の卵。まあ大丈夫でしょう。全部入れんだ。オッケー。全部入れまーす。ぐん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 。よし、いただきます。いいでーす。うん。
次回ジャグラーガールズ打ちます。取れればご視聴よろしくお願いしますね。なめんなよ。